という気持ち、君と二人追いかけていた。おいえ、ああ。ジャンル分けだけどね、別に一つのものができなくてもね、うん、まあ、クックとか最低限できるだろう。クックは余裕だよお前。クックはさすがにできる。クック間違えたことね、人生で一回も。それはないだろ。いやマジで振動だから俺マジで、それに関しては。振動？うん。ああ振動か。え言ってみて。え？言ってみ？なんか指定しよう、何のだって。いやだからお前がもういきなり出していいよ俺に。あそういうこと？そう。じゃあ六七。四十二。七七。四十九。三パ。二十四。ねレベル低くないこの会話。いやお前がいや。あ、別に二桁でもいいですよ。え、二桁？はい。ハンジ、それもうククじゃねえよ、それもう。じゃあ、重重。100。え、違う、あの、ククじゃなくて重重ってことよ。え、だ90か。90っていうの、それ。二桁は。ククの。あ、なるほど、お前独特な発想だね、それは。どっち？一本取られたよ。じゃあ、それで、来いよ。90でいいよマジで。で12×12。144。うん。そう。え？11×11。122。121だ。あれ121。121だ。いや121だ。今頭で計算して121だ。そうだ。あれになるわ、偶数になるわ、110だ。はい。あとは？いや一回前の敵倒そうよ。なんでお前戦いながらさ、クックしようとしてんの。戦いながらクックしねえのかよ。じゃあいいよ、もう一回出してこいよ。いやもういいで、お前どんだけ工事したいの、お前の暗算能力を。あれいなくなっちゃった。ダメなの、もう出してくれないんか。もうマジラスト1回で。え、な、なにガチのラスト1回。ラスト1回、うん、じゃあ87足す、87×6。87？ うん。キモお前問題。お前が90、90言うただろ。87は？かける？うん。87×97。お前、えぐ！無理！ 87×97？ なんなんだよ、お前2桁出せって言ったんだろうが。ね、ハンジ、そうやって聞こえないふりして、さ、頭の中で考えるのやめて。いや、あのね、聞こえないふりしてってどういうこと？ちょっと待って。今まだ俺計算してないんだけど、意味わからん。あの、聞こえないふりして計算するのやめて、どういうこと？聞こえ、だから計算するよ。だから聞き直してる時に、こうやって頭の中でこう計算してるって。いや、無理。あの、これは、めっちゃ時間かかる、ちなみに。あ、そうなん？うん、めっちゃ時間かかる。あ、なんだっけ、87？ かける？87かける、なんだっけ、98？ 98 か。87×98？ もう忘れちゃったよ。870×9 でしょ？ 87 か。870×9。7200の？7800？ ん？あ、待って、スマホで電卓使わないで、ハンジョ。ちょっとマジで使ってない。あと 87×98？ 無理！あ、待って、俺絶対できる！ちょ、待って !87×98？8700これ、ま、87×98 ですよ。8700から96引くだけだ。8502だ。8502。うん。はあ。だろ。もう俺がわかんねえよ。え、87×98だろって。そう。合ってるね。え？ 8526 だって。ん？ 98？ え、97って言ってるのお前。え？ 87×98？ お、適当に言ったから覚えてねえよ俺が。 87×98 だから合ってるね俺。ん？ 87×98？ 君なんて言った？でも覚えてないよ。もう出題者が間違えてるもん。なんで？てかね、紙に書かせて、せめて問題文だけでも。問題文紙に書いたら俺絶対一瞬で解けたわ。あ、そうなの。うん、でもうやめよう。もうくだらない。やめた。付き合ってやったんだよ俺。いや、本当にね、申し訳ない。でもすごいね、頭の体操になっていいわ。
なんだったんだこれ。画面にあったらな、めっちゃわかりやすいな。なんかお前のさ、うん、なんか特技ないの、こういう会話でできる今みたいなもの。会話でできる特技、なんだろう。会話でできる特技ねえな。俺空手とかやってたよ、6年間、7年間か。空手か、ちょっとパンチ弱いな。アンザンも大概だろお前も。ね、アンザン。あ、気づいた、もう喋りたくない。お前27歳になってよ。アンザンが喋りとうない。あ、撃たれてる。